ドライブインサッピ内のタッパーの SF 4月7日木曜日第119回目の配信です。改めましてドライブインサッピ内のジェイク椿です。はい、今週も始まりましたタッパーの SF、今週は5分ぴったりで終わらせます。先週ね、最近なかなかもうね、5分でね終わるっていうのはね、あんまもうなかなかなくてね、10分超えるっていうのはね大体当たり前になってきちゃってるんですけど、もともとね5分程度でねやってたんですよね、このラジオの配信をね。それをもう改めましてね、まあ、4月入りましたという4月の1本目は、久々に5分でねぴったり終わらそうと思いましてね、今週やってみようと思います。はい、もうすでにね、1分を超えております。あと4分ほどでね、いけるかな、4月ですね、もうね、早速あれ見てきましたよ、モービウス。もう公開して初日ぐらいでしょ、見てきて。はい、あ、面白かったなあれね。まあ初めてね、予備知識もそこまでなく見に行って、ベノムのね世界で、起きている出来事と、同じ世界のねキャラクターなんですよ、モービウスとベノムとね。でまあね、 MCU とじゃあどういう風に関わってくるのかと、こっちはソニーの方のマーベルユニバースという形で動いてるんでね、 MCU とはどう関わってくるのかっていうところで盛り上がってる作品でしたからね。その辺はねまだ見てないという方も多いと思いますので、ネタバレになるんでね、あんま言えないんですけど、いやこれね、作品アクションがねすごくスタイリッシュでしたよ。そしてジャレット・レトがね、もうなんかモービウスってキャラクターをね全然知らないんですけどね、そんな知らないですけどハマり役のような、姿は良かった、かっこよかったですね。ただねちょっと思ったのがね、ベノムの最初の1のね作品でも思ったんですけど、アクションシーンがね全体的に暗くてね、あんまり分かりにくいっていうのは若干あったかもな、もしかしたらね。これから見る人ちょっと注意してもらいたいなと思いますけど、でもベノムと違ったアクション性があってね面白かった、その表現とね演出とね。でね、もうあれだ、もう時間ないな、だから難しいね5分っていうのはね、引っ越しです、引っ越し。今ねずっと探してるんですよ、物件をね。できるだけあんまそんな遠いとこにね引っ越したくないんで、この近場でまあ探してるんですけど、まあね、その探すのもそうなんですけど、そう引っ越し作業、山のようにいろんなことしなきゃいけないんだなと思うと、もうね先延ばしにしちゃう癖がありましてね、どんどんなんかね詰まっていくんですよ、山が詰まっていくんですよ、もう。できるだけね、何かもう少しずつでもいいから毎日何かを消化していこうと思っているんですよ。だから一気に何かね やろうと思うとね、どうしてもね動けない。今なんかもうね、どうしようやれんのかなってすごく心配ですよ。やんなきゃいけないんですよもうね。でね、あれだね、時間ですね。ということでね、もう5分なかなかね内容薄いですね、いつも以上に、内容薄いかもしれない、もしかしたら。いつも長いんだけどね、それでも内容ないですからね。はい、じゃあ今週の一言のコーナーです。何でもかんでもすすって食べるなよ。はい、ではタッパーの SF 今週以上です。ジェイク椿でした。それじゃあ